Hey guys, welcome back to Scarlet Nexus. Now I suppose that I have to find the other ones because we're all separated and I need to find them because the general separated all of us. And I still have to defeat them. やった。少しは成長できたな。ナイス。よし。やった。 I don't know. Look at this. Let's go. And I hope they're all alive. Because I think, but I have a feeling that, maybe. Nagi. Maybe one character will die. I don't know. If that is a lie. Nagi! Shikari shiro! No. Nagi! Oi, Nagi! Nate! Yachiga. ニューヒムカに忠誠を。ナギ？あ、ユイト。カイ。カイ。カイ。なんだ、頭が。ナギ、大丈夫か？ユイト、カサネに協力しろ。ナギは俺が引き受ける。はい、カサネ、頼む。任せて。Let's go。おっと。
でよし。来い。カサネ頼む。鬱陶しい。ああ今の場所が弱点か。水浸しで動きづらいな。この調子でいこう。さあほら、瀬戸隊長、重ね、ありがとう、助かったよ。重ね、大丈夫か。え、あ、何、具合でも悪いのか。ずいぶんぼんやりしてたけど。大丈夫よ、気にしないで。それよりユイと一緒にカレンのところへ行きましょう。カレン連隊長のところへ。今の俺たちで勝てるのか。いえ、彼は敵じゃない。でも俺たちを襲ってきたんだぞ。違うのよ、ナオミのことが分かったの。あれは投げ、何をするんだ。問答無用、お前たちを処分する。ああ、ナギ、そういうことか。ナギ、お前は邪魔だ隊長。当たり前だ、邪魔してるんだからな。ユイトを殺せばお前が後悔することになる。ナギ、だったらお前が死ね。瀬戸隊長、ダメ。ここにいたのか。瀬戸さん、ただでは死なないぜ、ナギ。お前も俺の部下だからな。そっちには行かせない。してるのか。What? What happened? I don't know what's happened. Was Nagi possessed? Why did you do that? What the fuck? What's wrong with you, Nagi?
I'm so confused. What the fuck? なんなんだ、ここは。ユイト。大丈夫か、カサネ。ええ。何、これは。あれはスメラギの門。それにあの格好、伝承のヤクもスメラギみたいな。夢で見た。I'm so confused.Alone again. Why? くそ。一体何がどうなって。そうだ。カサネは。You're alone again, mate. Oh no. 花火？花火！花火！大丈夫か？こんなことに。やっと見つけた。つぐみ、よかった、無事だったのね。私は無事だけど、瀬戸隊長、ダメ、もう遅い。無事だったか、剣馬。まさかと思うけど、まだ戦うつもりか。あの地震の後でまだ戦おうという意志を持つ奴はいないだろう。地震？ユイト覚えてないの？カレン連隊長に襲われて吹き飛ばされた後、この辺りにものすごい大きな地震が起きたのよ。全然気づかなかった。俺が気を失ってた間か。それに、あの空を見ろ。なんだ、あれは。あの場所に何らかの重力異常が起きているようだ。海抜群の仲間が瓦礫もろとも吸い込まれた。中を透視したけれど何も見えない。近づくのは危険。それにこっちに火の手が迫ってる。今逃げないと間に合わない。分かった、ゲンマ。一時休戦だ。一旦ここを離れて状況を整理しよう。そうだな。待って、瀬戸隊長のご遺体はこのままにしておくなんて。俺が運ぼう。それじゃあとりあえず俺たちのアジトに行こう。みんなついてきてくれ。This is confusing. Where is Kazane? Kazane は無事なんだろうか。それにあの時見えた映像みたいなのは一体。隣の倉庫の奥にある冷蔵室の一部を借りたぞ。瀬戸の遺体を置かせてもらった。ゲンマ、運んでくれてありがとう。いや、ナオミの次は隊長まで。海抜群が危険だってことは分かってたけど、でも。そうだな、こんな同士討ちのような形で。同士討ちには
ゲンマも加担してた。ゲンマ、知ってるなら教えてくれ。何が起きているんだ。どうしてこんなことになったんだ。全てはカレン連隊長が仕組んだことだ。カレン連隊長はニューヒムカ政府がスウォー教を中心とした管理社会の構築を目指していると言った。それは俺が今まで見聞きしてきた現実とも一致した。管理社会？どういうこと？例えば俺たち超能力者は9割がスカウトで海抜軍に入る。拒否権はない。スカウトには年1回の国民健康診断が利用される。当然検診も拒否はできない。町には無数の監視カメラがある。あまり知られてはいないが、カメラには盗聴機能も備わっている。そこから反体制グループが検挙されることもある。これらはニューヒムカの体制の一端に過ぎない。これは公然の秘密だが、海抜軍の仲間にもある日突然人が変わったようになる者がいた。皆体制に批判的なものばかりだったから、何か精神をいじられているのではと噂されている。精神をいじる？もしかしてナギもそれなのか。カレン連隊長はこういった国民統制をやめさせると言った。そして海抜軍にいる政府の犬を駆逐すると。政府の犬って、まさか瀬戸隊長を襲ったのは。そうだ、カレン連隊長は瀬戸が政府の行っている人格矯正に組みしていると言った。証拠も見せられた。だがそれでも俺は信じがたくてな。話を聞くために瀬戸に対峙する役を受け持ったんだ。瀬戸隊長が？いや、瀬戸隊長はナギをこちらに引き止めようとしているように見えた。瀬戸隊長はそんなことしない。そんな人じゃない。待って、つぐみ、そんなのゲンマだってわかってるよ。ゲンマが見た証拠はそれだけ説得力があったんだよね。ああ、しかし瀬戸も政府の計画に加担しているようには見えなかった。それにお前たちがカレン連隊長に飛ばされた後発生したあの妙な空の穴と地震だ。あれは尋常じゃない。海抜軍の何人かもあの空の穴に吸い込まれて消えた。それなのにカレン連隊長は反乱計画をやめなかった。それで俺はカレン連隊長にも疑問を持ったんだ。だから俺たちと一時休戦した。そうだ、これは単なる反乱ではない。何かがおかしい。俺はそれを知る必要がある。俺が加担した反乱のせいで瀬戸は命を落とすことになったんだからな。ユイト、ゲンマのこと信じるよね？でもゲンマは私たちを信じてくれなかった。つぐみの言う通りだ。もう少し慎重に動くべきだった。ユイト、俺にも真実を知る機会をくれないか。この反乱が何のために引き起こされたのか知りたいのだ。本当に国民統制をやめさせるためなのかどうかを。うん、俺も知りたい。それに空の穴のことも気になる。だからゲンマ、一緒にスオーへ行ってみよう。きっと何か手がかりがあるはずだ。つぐみ、納得してくれる？納得できない。でもゲンマが謝るなら我慢する。そうだな、もっと慎重であるべきだった。義憤に駆られて冷静さを欠いていたのは事実だ。申し訳なかった。瀬戸にも謝罪した。もう遅いのだがな。分かった。よし、少し休んだらスオーに出発しよう。
sure that, Yama will die. Me too, I'm tired. よし、それじゃあ、スオに出発しよう。アタルが心配。無事だといい。ねえ、カレン連隊長は反乱を起こしたんでしょ？ゲンマみたいにカレン連隊長についた海抜軍もいるんだよね。ううん。もしかしたら。カレン連隊長もいるのかも。もし出会っちゃったら、私たち勝てるのかな。カレン連隊長は強かった。セプテントリオンだし、ブレインイーター。カレン連隊長のブレインフィールドを食らった時、体が痙攣したみたいに震えたよ。ブレインフィールドの展開方法は訓練学校でも教わったけど、負荷が大きすぎて実戦使用なんかできないと思ってた。そんな危険なものまで使うってことは、カレン連隊長はそれだけ本気だってことだよな。それでも行かなくちゃ。そうだろ、ゲンマ。ああ、何が起きているのかこの目で確かめる。Fates bleed into, while overwhelmed by the events that happened in Kunar Highway, you gain skill, I don't know what's next, and so many others. What the fuck? なんで街の中に怪が？渡る、何がどうなってるの？渡るからの返事がないな。どうしたんだ？都市機能が麻痺した。ユイト、気をつけろ。スオー全体を制御している都市コンピューターのアラハバキがシャットダウンした。原因は不明だが、そのせいでスオーの防衛システムが完全に停止しちまってる。おかげで街に怪異が入り込んできやがった。そのせいで混乱が拡大してるみたいだ。渡る、待ってくれ。どういうことだ？渡ると連絡がついたのか？こっちでサイネットだけでも復旧できないかやってみる。ユイトたちは町の怪異をできるだけ排除してくれ。これはいつもの通信じゃなくて俺のテレパシーだ。機材がダウンしてるおかげで一方通行なんだよ。そっちの声は聞こえないから返事はいらないぞ。悪いけど各自頑張って生き残ってくれ。え、おい、渡る。え、ユイトにだけ渡るの通信が届いてるの？あ、いや、そうじゃない。サイネットも通信機材もダウンしてるらしくて、テレパシーで連絡をくれたんだ。なるほど。しばらくは渡るのサポートなしで動くしかないわけだな。ああ、アラハバキがシャットダウンして防衛システムもやられたって。それで街に入り込んだ怪異を討伐してほしいって言われた。あっちはシステムの復旧に集中するって。怪異を討伐って言っても、どこにどれだけ怪異がいるのかわからないよ。そうだな。つぐみが発見した怪異を片っ端から教えてくれ。それを叩いていこう。了解。広範囲は難しいかもしれないけど、やってみる。よし、とにかく周囲の怪異から片付けよう。了解。This will be fun. There are many others in the city. スオーの街がシステムダウンなんて信じられないな。いつもはビジョンで溢れ返ってるのに。いつもはここから多すぎだけど、
全くないと落ち着かない。外角が壊れた。ガンガン攻めていこう。はい、この調子でいこう。ユイト、吹雪連隊長が近くにいる。え、どこだ。虹の方向、こっちに来る。君たちの現在の所属は。瀬戸隊長が戦死したので、現在は。瀬戸が戦死した。待ってくれ、君たちはカレンの指揮下にあるのか、それともカレンに招集されなかったのか。吹雪連隊長、自分が状況を説明します。なるほど。ではここにいる玄馬以外の隊員をカレンは招集しなかったんだな。あの、何が起きているんですか。町の防衛システムも止まっているみたいだし。詳しい説明は後にさせてくれ。僕もまだ事態を把握しきっていない。はっきりと分かっているのは、カレンが一部の海抜軍を先導してセイランの駐留軍と結託したこと、そしてセイラン駐留軍と共にスオウを襲撃したことだ。え、じゃあ町がこんな状態になったのはカレン連隊長が。ゲンマは知っていた。町に怪異を引き入れるとは思わなかったが、知っていた。でも今ユイトたちと行動を共にしているなら、セーランにはつかないと解釈していいのかな。その通りです。分かった。今は一人でも海抜軍の味方が欲しい。君たちは僕の機関に入ってくれ。現在手分けして住民を避難させているところなんだが、どうにも人手が足りなくてね。もちろん手伝います。カレン連隊長が何を考えているのか分かりませんが、住民まで巻き込むなんて。助かるよ。では君たちの隊の臨時隊長にはユイトを任命する。俺ですか。ああ、評議会議長と一部の議員が逃げ遅れ、地上を歩いてシェルターに向かっているらしい。救出に向かった海抜軍や国防軍の連絡は途絶えたままだ。君たちに様子を見てきてもらいたい。君なら議長や議員も安心するだろう。父が。分かりました。何が起きているのか分からないが、危険なことは間違いない。くれぐれも気をつけて。海抜軍を見かけても味方とは限らないからね。セーラン駐留軍が侵入したという報告はないが、こちらも全ては把握していない。荒はばきのある中央管制室とも連絡が取れないから、無理はしないように頼んだよ。了解しました。僕は中央管制室に行く。とにかく町の防衛システムか戦闘管制システムを復旧させないと話にならないからね。よし、海抜軍本部の方へ行ってみよう。あの辺りに議員用のシェルターがあるはずだ。ゲンマもそれでいいよな。ああ、少なくともスオウの町を守るという意思はお前たちと同じだ。この状況が落ち着くまでは決して裏切らないと約束する。うん、信じるよ、ゲンマのこと。スオウの町を襲うなんて、カレン連隊長はどういうつもりなんだ。何か理由があるんだとしても、こんなやり方は間違ってる。やった。もっともっと強くなる。お願いユイト。そら。よし。よし。次。と、や。それ。この調子で行こう。や、や、やった。
There's more? Oh. Perfect. I know that I already said this, but I don't really want to talk when there are cutscenes and or the characters are talking. Because I want to be... ゲームは頼む。 Jelly right over there. He hasn't seen that. And another one here. And we can all be happy and run. よし。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 よ
調子で行こう。まだ進化の余地がある。やった。やっ、この調子で行こう。やった。やった。少しは成長できたかな。So, let me go and see the brand map. And health. Yes. Okay.大丈夫ですか？あ、君はスメラギ議長の。はい、ユイとスメラギです。町の中は怪異があふれて危険です。すぐにシェルターへ避難してください。いや、それより海抜軍本部へ急いでくれ。議長が海抜軍らしき奴に襲われているんだ。え、父がですか？私は大丈夫だ。早く議長を。わかりました。Are we going to see his father? ユイト、急ごう。おじさまが心配だよ。ああ。Okay. 父さんが海抜群に襲われてる。どういうことだよ。急がないと。Yes. I think I'll need this. I always. I need it.Anytime. Okay. Let me buy this. Okay.See if there's something that I need. Okay. I think it's good. Okay. And let's save. It's the first time I'm saving in this video. It's a record.Let's go. Kazane? Yuito! Tōsan?大丈夫？父さん！どいてくれ！何をするんだ！ユイト、あなたには死んでもらう。は？何を言ってるのよ、カサネ！What?それがあなたとの約束。覚悟。 What? Why am I fighting against you? こいつで。俺を殺すことが俺との約束。何言ってんだよ、カサネ。諦めて。分からなくていいわ。死になさい。これでよし。二人に近づくな、花火。カサネの攻撃は本気だ。まだ戦える。容易に近づけば止めるどころか命がないぞ。How am I going to the future? 逃がさないわ。くそ、カサ
重ねはどういうつもりなんだ。このままじゃ父さんが。重ね、後で話でも何でも聞け。今は父さんが心配なんだ。やめてくれ。話すことは何もないわ。Why do I lose so much? No. Not a good idea. Koi, you're a good idea. What are you doing, Kasane?一時でもいい、何か重ねを止める方法。そうだ、ブレインフィールド。俺にもできるはずだ。カレン連隊長ほどは無理でも、あの力を使えば。いや、でもどれだけの負荷が。違う、そんなことは後で考えればいい。グスグス迷ってる場合じゃないんだ。カサネ、悪いけど今の俺にはこれしか思いつかない。行くぞ。What is happening? Why did she want to kill me? なのか。まだよ、まだやれる。待ってくれ。どういうつもりなんだ。どうして俺を殺そうとするんだ。それに父さんは重ねが父さんを刺したのか。なんだ。盲目なるニューヒムカの民よ、そして全てから目を背けた愚か者どもよ、私はカレン・トラバース。ニューヒムカの管理政治を否定し目覚めた者だ。私と同志たちは志を同じくする青鸞氏と共に歩む決意をした。哀れなニューヒムカの民よ、
真実から目を背けるな。この国は狂っている。サイネットを通じ国民を統制し、町、情報、人々を管理している。そこに人の意思も自由もない。すべての人間は国家のため、ニューヒムカのために生かされ利用されている家畜でしかないのだ。体制を揺るがす人間を排除し狂わせ、自らの手駒とし従順な家畜を育てるだけのニューヒムカに義はない。ユイト、カサネたちが。待て、待ってくれ。ユイ父さん。つぐみ、カサネたちを追うぞ。わかった。父さん。ユイト、すまない。何がだよ。お前に言わなければならないことがたくさん。気をつけろ。この国は我々はお前を父さん。Kazane is an ally to... Oji-sama! Tō-san... Uso da ro? Na! Tō-san! Damn, the feels. Wait to play Kazane's side of the story to understand why she has done that. 今のが最後みたい。政府が遮断し始めてて、動画にアクセスできなくなってる。このこと自体、カレン連隊長の演説が本当のことを言ってるって証明だよね。みんな何かしらの制限は受けてるって分かってたけど、結構ガチで情報制御されてたんだね。ユイト、少し休んだら？その、今は辛いでしょ？ごめん、心配かけて。そんなことない、謝らないで。だって、目の前であんなこと。誰だって辛いよ。カサネが父さんを殺した？どうして？いや、本当にそうなのか。それにニューヒムカが統制社会を進めていたなら、その中心にいたのは父さんや兄さんだ。本当にそんなことをしてたのか。
だとしたら、なんでそんなことを。俺だけが何も知らされてなかったのか。くそ、もう何もわからないよ。二人とも無事だったか。ゲンマ、つぐみ、ごめんなさい。カサネたちを見失った。悔しい。カレン連隊長と接触したところは目撃したが、その後でカレン派閥の海抜軍に襲われてな。その隙にカレン連隊長もカサネたちも消えていた。つぐみの目でも追えなかったということは、転送能力者が移動させたんだろう。ワタルとも話してきた。ワタルは無事だったけど、ワタルの妹が。え、何かあったのか。姿を消したって。多分カレン派としてセイランに行ったんだと思う。どうも海抜軍の半数近くはカレン連隊長と共にセイランへ向かったらしい。セイランが独立を宣言するんじゃないかという噂だ。それじゃあカサネたちもセイランに行ったってこと。ああ、そうだろうな。ゲンマはいいの。そうだな。こんな形にならなければ俺もセイランへ行っていただろう。だが今の俺にはカレン連隊長、いや、カレンのやろうとしていることが正しいのかわからなくなった。どういうことだ。だってニューヒムカは確かに国民を監視して。確かにニューヒムカ政府は国民を管理統制して政府の人形のように扱おうとしていたのだろう。だとしても国民を危険にさらすことが正しいとは思えん。カレンは今回の騒動の前にスウォーの住民をシェルターへ避難させたそうだ。しかしそれでも町の中に怪異を引き入れるようなことをしたのはカレンだ。何より瀬戸のことがある。カレンから教えられた瀬戸に関する情報が正しかったのなら、瀬戸は凪を命がけで止めたりはしなかったはずだ。味方を増やすために瀬戸の尊厳を踏みにじったのなら、俺はカレンを許すことはできない。瀬戸を信じなかった自分の愚かさもな。そうだ、瀬戸隊長。それに凪の行方もわからない。ユイト、顔色悪い。ほら、つぐみも心配してるよ。ユイト、お願いだから休んで。あんなことがあった後だ。無理はしない方がいい。うん、みんなありがとう。I have so many questions. Okay, I will leave this to the next episode. Let me save first. I assume that we will have a lot of answers in the next videos. So who is right in this scene? Is Yuito that's right? Or is Kazane? Did Kazane kill Yuito's father? Did Karin make the right choice and declare like independence and let others into the city and put in danger all those citizens? I don't know what's going on, but I'm sure in the next videos there will be answers to these questions, and I'm loving this game. I can't wait to watch the anime too. Probably the anime will be out when this video will be released, so please let me know what you think about the game.
the videos, and I'll see you in the next video. Peace.